いや、めっちゃね、よし、んーこらーえー、ジャブジャブ。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございます。おそらくサブチャンネルです。お久しぶりの投稿となってしまいまして、本当に申し訳ございませんでした。そして前回の動画、5月病になりましたという動画の方で、たくさんの方に、温かい応援のメッセージと、こういうことしたらいいですよというアドバイスや、あとは私も5月病になってますっていうね、同じく共感するような、コメント、いろいろと本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。ね、もう皆さんのおかげでこうやってまた、なんだろう、5月病がね、こう完全に良くなったとか、こう5月病ってまずそもそも何なんだよって話なんですけども、まあ、やる気が出なくなってしまうっていうような感じだったんですよ。うん、やる気が出ないっていうとあれですけど、あーごめんグリーン、あーナイスナイス。ね、正しくはやる気はあるのに体が言うこと聞かないっていう感じですね。頭から体にやれやれやれって言っても体が嫌だっていう感じだったんですよ。急にね、なんか動画撮るのも億劫になっちゃって本当に申し訳ございませんでした。ご心配をおかけいたしました。おかげさまで本当にもうね、まあもう 100% 本調子ってわけじゃないんですけど、めちゃめちゃね回復したので、あグリはおトイレだね、あうんちしてる、うんちうんちしてますね、ちょっとうんちしてます、ちょっと見ましょう、あ、うんちしてる、かわいいね、うんちしててもかわいいね、あ、うんちうんち上手だね、あ、コロンつった、あ、上手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 、あ、上手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 にできたね。ちょっとうんこ、あ、うんこって言っちゃった、うんち片付けます。はい、お待たせしました。改便でございました。今日のナイスうんちを、はーってレンズにはーってやったら曇っちゃうよ、よいしょ。何の話したっけ何の話したっけまあ本当にともかく皆さんのおかげでこうやってまた動画をねちょっと撮りたいというか、まあ実はですね、5月病というか、まあこの、まあ、ちょっとこのお休みしてる間にですね、いろんなことを考えてました。もちろん考えすぎるのも良くないので、考えすぎたらもう筋トレしたり体動かしたりして過ごしておりました。あとはなんかギターを弾いたりとか、なんか物のお手入れをしたりとかね、そんな感じの日々を送っておりました。で、改めてやっぱりいろいろ考え直しまして、なぜ僕が毎朝7時に動画投稿を始めたのかっていう原点ですね、そういった原点とか、まあ、初心に帰っていろいろ考え直しまして、やっぱり僕はその皆さんのためって言ったらおこがましいですけど、少しでもね、少しでもなんか面白い動画とか、やっぱ可愛いものとか、そういったものを、癒しっていうものをね、お届けして、まあ自分と同じように毎朝7時にね、少しでもなんか気持ち軽くなったりとか、今日楽しい一日が始まったなって思えるようなね、動画を作りたいって思ったのが、原点で初心だったので、そういったものをね、また改めて考え直しまして、やっぱり僕は動画作っていきたいし、やっぱりたくさんの方に見ていただいて、少しでもね、ほんのちょっとでもいいから、なんか元気を分けれたらなとかね、そんなことをやっぱり、考えておりました。はい、うん、なんだろう、ちょっとうまく言葉で表現できないんですけど、なんだろう、僕ね、僕が本当はやっぱりその5月病になってる方たちとか、今自粛中ですごいストレスが溜まってたりとか、まあ今ウイルスの影響でね、いろんなことが身の回りに変化が起きて、いろんな大変な思いされてる方っていうのもたくさんいると思いますので、やっぱりそういう方たちのためにも僕ができることっていうのはしっかりやっていくっていうのは、こう僕の使命というか、僕ができることなのかなっていうふうに、うん、やっぱり思い直しまして、ごめんなさい、ちょっとうまく話がまとまらないな、今日久しぶりの動画でね、なかなかちょっと話がまとまらずすいません、ちょっと聞きづらいと思うんですが、うん、でもなんだろう、結局ね、その僕が皆さんに元気を与えたいとかね、かっこつけて言ってた割には、めちゃめちゃ僕皆さんに元気もらってるんですよ、本当に。っていうのを改めて実感させられたこのお休みの期間でもありました。うん、
あぐい、今度はおしっこ忙しいね、あなたね。忙しいね。あ、ガムガム噛みますってもう疲れた。あ、いいよ、水飲んでいいよ、水飲んでいいよそんな嬉しそうな顔して。疲れたそうですね。実はもう30分ぐらい遊んでます、ずっと動画撮る前から。はい、また話が逸れちゃいましたが、そう、皆さんから本当に力をもらってたんだなっていうのをね、改めて、実感いたしました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございますっていうのを言葉じゃなくて、やっぱり僕はこれから、まあ、作る動画だったり、何か面白いコンテンツ、エンターテインメントっていうものをね、また追求していきたいなってすごい思ってますので、もちろん無理しない程度にまた初心に帰ってね、一から出直したつもりで頑張っていこうと思います。はい、本当にご心配をね、本当大変おかけしてしまいまして申し訳なかったです。本当にどうした、ガムあるよ、ガム、ガム食べたら。なんだよ、うわー、久しぶりのグリさんですね。はい、すいません、本当にこの通りグリはめちゃめちゃ元気ですいいよ、ガム噛んで。はい、てな感じなサブチャンネルでした。ちょっと話がうまくまとまってるか分かりませんが、皆さんに本当に感謝しております。ありがとうございます。よいしょよいしょ遊んだね、いっぱい遊んだね。まあそしてやっぱりですね、一番はグリーがね、本当にいつも近くにいてくれましたね。すごい癒してくれたし、まあたくさん遊んだし、うん、まあ動画のこととかね、考えずにこうやってお休みできるっていうのも本当久々だったなっていうのも考えまして、やっぱり365日1年間毎日投稿を達成してから、こうどっかね、ちょっと心の中で緊張の糸っていうか、そういうのがこうプツンって切れたような感じがしてたのかもしれないですね。まあ言い訳かもしれないですけど、なんかちょっと燃え尽き症候群じゃないですけど、やっぱ1年間本気で絶対にやりきるって決めてて、それを達成して、うん、なんか次の目標が薄くなってしまったというか、初心をちょっと忘れていたのかもしれないですね、うん、そういうことじゃなくて、やっぱり僕は少しでも皆さんに癒しコンテンツを、なんかコンテンツって言うといやらしいですけど、なんだろう、まあ何でもない日常をねお届けして、それで喜んでいただける方が一人でもいるなら、僕はそれをやるべきかなと思っております。はいはい、ということでございました。めちゃめちゃ話下手になった。もともと上手くないですが久々に動画撮ったらめちゃめちゃなんか喋り下手になりましたね。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。久々に今日はね、これからメインチャンネルの動画撮影しようかなと思ってます。もう本当無理しない程度にね、ちゃんと心と体に相談しながら、徐々に徐々にね、慣れさせていこうと思ってます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。そして応援のメッセージや、ご心配をおかけしたことを本当に申し訳ないです。そしてありがとうございました。ちょっとサブチャンネルはね、投稿頻度上げていきます。短い動画だと思いますが、グリーもありがとうな。ありがとう、ありがとう、よしよしよし、ありがとう。